討伐してきたということだけ、その、報告しに帰ったって言われで。ん？今こうやって手を捨てたら、プッて逃げられたって、ほんとびくしょーと思って。歓迎されておるわ、こっちは。こんなんなかったね。酒呑童子様、よみがえってください。下にある血は、生き血でござる。これを触れ物は、触るべからず、いたずらする者、酒呑童子様から、まあ、先祖代々まに至るまで呪い殺されるかな。なかなかカルトチックな思考の方がいらっしゃるようだ。僕に何がある？そこ、鳥居の下。もう、そういうの好きな人多くないよな。あの、真ん中に置かれてる。ジュースまで捨ててやる。ここにもあるんだよ、これ。あ、すごい、さっきの文章と同じもん書いてある。飲み物が捨ててあるのが分からんな。酒呑童子を敬うんだったらお酒の一つでも持ってこいよって思うんだが。まあお酒で死んだけど。ウィンターゼリー捨てたるやろ。はん？ウィンターゼリーかな。そう、なんかジュースが捨ててあるからさ、ピントが出てくる。やべえ、匂いが良くない？良くない匂いだな。こっちから来るぞ。白い、赤い。いや、緑。つまり、有効的。やばい的な感じ。さっきの腕触られたのもそうだけど、あなた取らなくて大丈夫。俺別にいいの。腕触られるぐらい。確かに。反応しないね。ここに存在される人、何か反応を。パチンパチンが遠くから来とるね。おっと、徐々に近づいてきてる感じ。うん、近づいてきてるね。実はもう囲まれてたりするんですか？十分囲まれてる。ギャース。これすげえ後ろのこの、ここはすげえ怖くて寒いんだ。そっちの方行ってみます？やだ。行ってきていいんだったら行ってきますけど。あのペットボトルの山みたいなところがあるところ。今なんか遠くで音鳴ってますね。大丈夫か？
構酒多いなって思ったけど、あれだな、クラフトボスとかあるあたり、クラフトボスコーヒーがあるあたり、お酒だけってわけでもないのか。さあ戻りましょう。ただよ。はい。パチパチがな、近づいてきたのが、いや、動きが鈍いな。この前赤色のオーブやけど緑やでな。緑は基本的にどんなオーブです？緑っていいイメージあるけどな。でも俺にはそんな風には見えんかったけどな、完全に取れんかったけど。適宜ある方の緑って感じ。でもさっきからよ、声は聞こえるんだ俺の中では。男性女性とかどんな声とか教えていただけると。男性だね。ほらだんだんとうるさくなってきたね。そうですね。パチパチ始めましたね。これは退散するべきなんだろうね。動物も動き出したね。そうですね、向こう側、うん、退散しましょうか。しましょうか。この変なラップ音、パチパチ音、ちょっとちょっと敵には回せんな、俺には。今日来てみたんですけどね、なんやろ、変な血だとか言って置いてあるものもありましたけど、なか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 素敵な思想を持ちで、うん、まあそういう信者さんたちもまあね、鬼を蘇らせようと思って一生懸命しとるんですけど、あの鬼滅の見過ぎじゃないですか。あ、血を飲むとか人間食うとかって思いますけど、うんうんうん、人間食ったり、ここの鬼は人間食ったりはしてません。人間を殴ったりぶちのめすだけの、うん、まあだけど、裏からガサガサって言わんかったよ。そう、ちらほらあっちから聞こえてるのよ、音が。なんかなあ、なんか今いらんこと言おうとしたふぐんわって背中をということで、今日はね、あんまりいい成果はないと思います。せっかく京都までね、来たんだけど、うん、まあ、ちらほらラップ音が聞こえる程度で。そうですね、うん、まあこれは多分帰れっていう。まあ電池あるん、いいね。俺のやつもう電池ないのに。まあ戻りますかい。ちょっと戻った方が良さそうなラップ音ですね。うん、よし、怖、帰りましょう。やだ俺怖いな、今から帰るんだろう。絶対あるやつ、俺たち気をつけて帰るよ。ちなみに今何体ぐらいに囲まれてます？何体っていう、あ、俺道間違えてる。何て場所。早速帰るのに道迷いだよ。いや違う、マジビビっとるで。感じない？この誰かに見られてるの、なんか。
なんていうか霊感なくて共感できなくて申し訳ないとは思っているけどね。怖いな。そっちだった。右です。こっちだったっけ。はい、こっち。はい、そっちです。なんなら俺が先導行きますけど。やべえ、俺おかしい、うん、やべえ、警報かかるぞね。声パキンって言っとるやん。声はしないな。動画で拾えてるのかな。拾えとるんじゃねえかな。また夜1時に編集してて俺が心折れるパターンや。お邪魔しました。ありがとうございました。お邪魔しました。復活はしないで結構です。何をしているの。わからん。なんか本能的に早く立ち去りたい気分。よくないな。なんじゃ。分からん。今日俺すげえなんかマジ出てくる。大丈夫か。これ行こう。主天道寺すごい。前が見えねえ。前が見えねえ。俺何ビビってんだろ今。俺このビビり方今日初めて。前も来たのに。何やろうこのビビり方。なんだろうこの。異様な、異様な、何やろ、あの、誰が置いてたんあれ。あの、行きつのやつ、うん、俺じゃないよ、俺じゃないよ。あんな事前の仕込みはできない。いや、あんなのにビビってんじゃない、あれじゃない。あんなのに着替えるわけねえし。気をつけて帰るぞ。はい。はいって言っても、あなたに任せるしかないんだけど。今日は怖いぞ。はっきり言って怖い。はっきり言って怖い。いや、なんかさ、前が見えなかったんだよ、ちょっと。ああ、確かに納得するな、そう言われると。あなたの動き、前が見えないんだよ。なんだ、俺見てるはずなんだけど前が見えないんだよ。今日はなんか知らん、俺すごい霊感を、なんちゅうの、いつも発動するやん。はい。その発動ができないのよ、なかなか抑え込められてるのよ僕の霊感を。見よう、僕目で見ようとするより頭で感じるやん、うん、だから目が見えなくなった。真っ白になったよ、目が。真っ暗になるのよ、目が。おや、なんか相当よろしくない状況だったな。なんか焦点が合わないと目が真っ暗になっちゃうの。だからなんかすごい気持ち悪くて頭がフラフラするとしてたけど、なんだろう。今運転してる分には大丈夫ですよ。そう、今ほっとしたんですよ、これでも。自分の気を確かに強く持たんとかも、俺は俺だ、俺だ、俺は俺だっていう。勝っちゃんない、勝っちゃんないなんつって。うん。言い聞かせながら撮影入っとったんよ、さっきずっと。じゃなきゃ何かに飲まれそうな気がしてたもん。前が見えないときは誰かが俺の体に入ろうとしてるやつやからさ。いや、前が見えねえ、前が見えねえ。俺目、俺メガネ曇っとるんかなと思ったもん、俺ずっと。ああ。うん。前が見えない。なんだろうな。主典当時が首切られてることと何か関係が？うん、あ、首切られるときは、あそこは本当に切られた人が
祀られてるか知らんけど、それのものはあるはず。首が痛くなるで俺。頭蓋骨がある的な話でよろしいか。そうそうそう、頭蓋骨なのかわからん。それは俺もさあ、やっぱりわからんけど、首が痛くなるのは確かにそうだな。なんだろう、これなんて言えばいいんだろう。ああ、頭痛がしてきた。休む？車止めて休む？霊感が抑え込められてる。そうそう、霊感を働かさせせねえようにしようとしてる。どっちや？相手側から左側で、そんなアクションができるの？できる、それはできるけど、俺が負けたってことになる。強敵おるな、さすが京都。強敵だな、これ。京都すげえな、やっぱ。なんか未だに見に来んの。え、怖い怖い怖い。赤信号です、止まってくださいって。ナビした方がいいかい。分かっとるわい。見えないって言われたら、だってさ。違う、本当に。これ多分、リベスタイジャパーテルから来たやつかもしれない。サンリバーの方からだと思う、これ多分。連れてきたかな、サンリバーか。ああ。でも、誰がああいうの書くの？わざわざ書いて置いていくんだろう。そうですね。何の血なんやろな、豚の血かな。動物の血だったらお前動物殺しとるわけやろ、あんだけの大量の血を。ああ、ちっちゃい瓶といい、3つあったな。うん、もうちょっと行ったら右に曲がる感じか。どれや、これか。はい、いきなり高速違うの。いや怖い。いや全然いいけど。むしろ怖がっとんの俺だよ。大山崎町方面です。今日何やったんやろ、俺がやべえ。もう捕まれた時点であれなのかな、腕触られた時点で。来るなって意味なのかな。俺狙われてるの、やだ怖い。でも目は見えんかったな、マジ怖かったぞ俺。あ、怖かった。演技でもなんでもねえからな俺。マジでなんか焦ってた俺したけど、俺何しとりパニックっとるんだろうと思ったの。冷静な自分もいるのね。冷静な自分もおるんやって。だから要は普通のオンオフ両方で来る、やるやん、うん、要は現代と幽霊側と現代を半分の壁をぶち破っとるような感覚で歩いてるわけ。うんうんうん、その境を歩いとるから分かるんだけど、今回はなんかほぼ幽霊側にいたような気がする。なかなか引き込まれてるな。強いな、じゃあその後やっぱりあの首、あの血前まであんな感じしなかったもん。あ、それは思う。あの変なもん置いたでかな。あ、置いてやったでかな。なんか雰囲気に飲まれたか。いや俺そういう雰囲気に飲まれないから。あれが邪魔だったんじゃねえかな。どかしてほしかったんじゃねえかな、俺に対して。あー、だから俺こうやって捕まれたんじゃねえかなと思って。ちょっと低下してみたい、そういう恐れか。多分ね、あれが邪魔なと思う。あれが嫌なんじゃねえかなと思って。そのままにしてしまった。そのままにしてしまった、うん、動かすのも良くないのかもしれんけど、俺もどう触っちゃいかんのかな、どうなのかな。本当に血だったら嫌だよ。あー、それはそう。手袋持ってねえし。てか、あの向こうのその視線当時が明確に嫌だと言えば、まあ俺動かしてもいいけどって思うけど。あれ、あそこに乗っとったやん、本殿みたいな。そう、本殿のとこに真ん中に、あれがすごい邪魔だじゃなかったかなと思ってさ。いや、お酒は飲みてっていうのは分かったやん、お酒が欲しいっていうのは。自分がすごいさ、あそこにおると今日は珍しく、なんか知らんけどすげえ今酒が飲みたいっていう。本当に大酒飲みっていう、大酒飲みってやつやったやな。血じゃない、血は邪魔だっていう。あれをどうしてもどかしてほしかったみたいだな。ああ、やっぱそうだ、邪魔だったみたいだな。何これ
これだけ離れてコンタクトを取ってるもしかして。コンタクト取ってる。当たり前やん。一応さ、一応成果はねえけど、そのコンタクト取ってさ、まああれだね、死んでても息地を添えられるのが嫌なんだね。え、これ生い立ち取って男と女？マジか、一人じゃないんだ。なんとなく女かなって思ってたけど、二人一組であんなやべえことする。一人でできるもんじゃねえですけど、まあ、うん、邪魔だって。目の前が見えなくなることと何か関係があるのか。あ、今説明します。目が真っ暗になった理由が分かりました。はい。僕は半分取り憑かれてました。すいません。ギャース。ギャース。え、あの腕触られた瞬間アウトってこと？そう、もうその頃からもう入れるように体が腕から入れた。足とか俺その時無防備やもんな。あなたならたあの溶かしてくれると思った。かっちゃんなら。うん。まあ確かになんか。幽霊側の気持ちちょっと分からんではない。あなたなら出してくれると思ったのに、なぜだ。なぜ溶かしてくれる、溶かしてくれなかったの。この 数日間イライラするのって。まあでしょうね、でしょうねとしか言われへんわ。あんなもん分かんない、それはでしょうねとしか思われへん。立ち悪いからな。立ち悪いいたずらするやつおるな。今までの心霊スポット行ってて、あの立ちの悪さはないね。ないな。汚してったとかならともかく。でもな、こうやって喋ってみると、そんな殺されるような鬼のような人とかいないけどな。まあ酒癖が悪いっちゃ悪いんだろうな。まあ酒癖の悪い盗賊ぐらいの立ち位置だったからな。まあ人殺しもしてたし、金品も奪ってたからな。それは知らないけど、まあその棟梁をやってたっていう、要はそのなんかグループの頭にいたっていうだけの面倒見の良さはあるんでしょう。面倒見の良さ、まあねえけど、悪さをしたい奴らが使っとるっていうのは、なんかそういう海賊だったり、なんかそういう盗賊だったりなイメージのグループにはなってたと思う。